はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化俊英高校ですね、やっていきたいと思います。とりあえず2回くらいやったのかな、1回ね収録もしたんですけど、なんとね監督評価足りなくて代打になって、甲子園行けずに負けましたというところでやり直しになってます。でイベントデッキはこんな感じで、今回のポイントは一応二股で来てます。で本当はねなんか強化俊英三股がねいいらしいんですけど、三股だとねやっぱり評価戻すのがすげー大変なんで、今回は二股プラスホムラちゃんを連れてきてます。で呼び戻しが必要ない才賀と小平くんも入れて、呼び戻しは二人ですね、ホムラちゃんとライチになります。でこの二人は一応2月の1週以降に呼び戻しをすると経験点が増えますので、まあ、そこで呼び戻していこうかなというところです。で、金徳関係に関しては、最後の1球入魂、コツはライチの初球コツで、まあ、穂村ちゃんはね、気迫ヘッドなんで全然直撮りできて、で、騎馬妹の芸術的流し打ちは、小平くんが持ってて、で、小平くんのチャンスメーカーの上位なんだっけ、名前が出てこないけど、まあ、それはエピローグで騎馬妹からもらって、滅多打ちのコツは、サイガーとかからもらっていきましょうという感じですね。でアーティストは、まあ、サイガーもライチ君も持ってますというところで、最初は評価もねどうなんだろうね、小平とサイガーに至ってはイベントで勝手に上がってくんで、監督だな、ちょっと前回というか没動画は監督評価が足りなかったからね。あと彼女評価もね結構きついんですよね、持ってくのが。まずは、まあ、まずはやっぱり彼女評価を上げていくと、騎馬が出たんで騎馬の評価を上げたいんですけれども、まあ、ここは走塁でいいか。監督をね追うっていうこともわりかし重要ですね。俊英に関しては練習試合がないんで、練習試合での監督評価上げっていうのがないんでね、どうしても練習とかで上げていかなきゃいけないんで。でスミカちゃんも出てきましたね。まずは彼女優先なので筋力をやりましょう。超イケてる。だからまあクリスマスが間に合わないってことはないとは思うんで、2人いればコツ。お、いいね、ライチくん。ムードって取れるか、これ今。あ、取れそうだな。あ、ムードは、まあ、スミカちゃんがくれたりもするんですけど、ここでムードが来るくらいだったら、取っておきましょう。一緒に練習。食いもん。おにぎり。お、いいね。さあどんどん評価を上げていこう。騎馬妹は乗った。スミカちゃん、どうしようかな。スミカちゃんでいこう。ちょっと評価上げ重視で。いいねいいね、モテモテやね。あとね最初の試験がねやっぱりきついんすよね。わりかし溜まってるな。これはスポーツドリンク。やる気が下がってしまった、まあ、あとうまくいけばね雑用のところでコツが手に入ったり、あとは評価が上がったりっていうところなんで。玉拾い、窮地、なかなか珍しいのを手に入れたな。おー、やる気がなくなった。小村ちゃんバイトっす。これで体当たりも取れるか。割と久々なんですよね小村ちゃん使うの。やっぱりブレインマッスルだとねどうしても脳みさんが出てくるんで、まあさすがにね気迫ヘッドをかぶらせるっていうのはもったいなさすぎるんで、
ここでコツを手に入れて、かつスミカちゃんとかがね出てくれるとすげえ嬉しいんだけど。また窮地か身体測定、反復横跳びにしますか。これはチームメイト評価が上がるんで結構いいイベントではありますね。あれちょっと待って、10月の1まだ大丈夫か。雑用やってるときはまだ大丈夫だよね。帳尻合わせ、あこれは断ろう体力を回復させよう。小平くんとかイベントが進んでくね。ちょっとそろそろ見ておきましょう。ミートはいい星、パワーがE には持っていけないか。技術が足りてないね。まあ、ちゆちゃんがいればね、ここでもちゆちゃんの評価が上がったりするんですけど、本類生還で、メンタルコーチがいる。どうする、やってみるちょっとコーチの評価を上げてこう。左キラーとかね、でも取れないでしょう、重すぎて。あどうしようかな、監督の評価。いや監督の評価マジで大事よ。監督の評価上げてこう、本当に意識して。これで金徳が2回目終了ですね。よし、ここでねめちゃくちゃ上がるんで、この次か。ここで上げてこないといけないんだ。パワーは E にしておこう。じゃあ弾道とか3必要かな。まあ3にしておこう。よし、これで試験に臨もう。とりあえずコツがある。災害コツをくれれば何でもいいと思ったけど、コツをくんなかった。早っもう終わった。入れ替え試験15点。まあ、最初のね入れ替え試験で40点取るのはまず無理なんで、ここはなるべく444。結構変化球がすごいねこいつ。須田コントロール A だし。いや普通のさ高校生だったら余裕でエース張れるでしょ。てかプロでもさ強いよね。今のダメなの。やばい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 。もうほんと最初の試験やだ。しかも15点だからね。これは入ってくんな。いや強いよ津田くん、強いよ。ちょっと勘弁してよ。遅れる振り遅れる。変化球をやっぱり意識するから。いや今の良かったんだ。それはそれでラッキーだな。よしやばい、バントしよう最悪最悪。15点もぎ取った。15点ってちなみにさ何ポイントくれんの。15か、ちょっと悲しいな。監督もいるし、てかバネキちゃんとか告白が来ないね。告白が評価を上げていきたいけどいない。スミカちゃんがいない。よしよしよし、とりあえずね告白が起こってくれれば全然いいんで。バランス的にはね全然悪くないと思うんですよ。前彼女と後彼女が1人いて、で前イベの人と後イベの人が1人ずついなくなってるんで、告白はねもう全然起きると思います。不安だ、確かに分かるその不安。メンタルどうしようかな。デートするっていうのもまあありっちゃありなんだよな。わりかし詰まってくるからね。
で3またするときはもうねどん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 デートをね消化させるっていう方向みたいですね。まあ、練習で経験点を稼ぐっていうよりはもうイベントとデートと試験で、またかよどん底までやる気が下がったな。ただねコツは美味しいから小平くん監督強化も上げつつコツをもらっておきましょう。内野安打、監督評価はもう悪くないね。このやる気のなさスペシャルブレンド12月の2週間フルティーサでいこう。バナナとかいろいろ入れろ、適当にブレンドするんじゃねえこれってでもさやる気下がるんだよね普通だったら。キバ妹ちょっとやる気上げてもらおう。いや、やる気絶対上げてくれるかって言ったらあれだけど、超いけてる、いけてねえ。これは体力が減るんだっけ。技術が結構もらえるね。まあ悩んでるんだろうにして、これ確か敏捷と技術がもらえるはずなんで、よし。無理だな、さすがに無理だな。3周か、まあいいや、デートしよう。まあ、前回までは回復しないはずなんで、でクリスマスのイベントが起きて体力が全開になる感じかな。俺はね結構ね UFO キャッチャーねうまいっすよ。モテるためにやっぱ UFO キャッチャーねうまいとモテるからね結構投資した。あ、これどうしよう。ね、行けばいいんじゃないにしてもいいんだけど、評価的には大丈夫だよね。いや、評価下げちゃおう。点数狙いでいこう。で、ここで評価が上がるから。まあ、お正月一緒に入れないと、また。経験点が無駄になっちゃうからね。やる気が上がらんな。やる気が本当にやる気がなさすぎる。でそろそろまた試験が来るんで DD にはしておくか。いやこれは C に行けるな。小平くんがねアベレージヒッターくれるとねだいぶ楽なんだよねでやる気がない、やる気がない。マジでどうしようか。最悪遊ぶっていうのもありだけど、まあいいや、ちょっとコーチの評価上げとこう。まあ、コーチからは金徳もらうわけじゃないんだけどね、コツをくれたりするんで、まあ、最初はコツはくんないんですけど。おいこれもやる気下がるよね。マジか、今回はやる気に悩まされるな。大吉頼むよ大吉。経験点もそうだけどやる気を上げてもらいたい。大吉さすが、サンキュー。とりあえず1個戻した、1個戻して。遊ぶのもありだよな。まあここはちょっと、うーん、遊ぼう、1回遊ぼう。これか、いらん。よし、さてここはちょっと経験点的にはやっぱり60ポイントは欲しいよね。また津田くんか、津田くんマジ強えかな。カーブとシンカーか、また嫌な変化球だね。うおー、マジで打てん、津田くんとかマジで打てねえんだけど。強振でいこう、もう一発狙い、よし。いや合格ラインには乗ったけどさ、それじゃいけないのよ俊英は。よしよしよし、後半盛り返した、あと1本打ちたい。これは
ボール。スコア30には乗せたいね。入れてくる。無理か。もうちょい早めに。いや、これも無理。いや、津田くん強い、本当に。444は強いよ。何点？ 48 か。まあまあしょうがない。ちょっと残り2回にかけよう。でここは、まあ、サイガがいるんでコツをもらっておきたい。パワヒタ、よし。これはね別に体力減るわけじゃないんで。お、やる気が上がった。やった。なんかイベントがよく起きるな。あとスミカちゃんか。ちょっとスミカちゃんの評価を気にしておきましょう。まだ2か。そうだね、これはちょっと1回練習しよう。で騎馬妹は確かね最後2回で評価が上がらなかったような気がするんで、小平くん、なんか取っておかないといけないのって内野安打か。そんなものかな。帳尻合わせとか1でもいい気がするけど、まあ、とりあえず小平くん流し打ちが欲しいんで流せ。阿部日、悪くない。まあ、ただ試験3回目とかになるともう強振でいくからね。よし、これで切り込み隊長終わり。ちなみにスミカちゃんってどうなの評価。2月の1週か。呼び戻そう。どっちにしようかな。ライチ。ライチとかさ、呼び戻してもさ、悪級打ちだからね。この2人はね、ちょっと、コツがしょぼいんだよね。まあでもここで呼び戻すと、50、30、40、20とかなり経験点がもらえるんで。こいつら全然進んでないからな。さてバレンタイン、騎馬妹を取って回復しつつポイントももらえるといいね。あとはスミカちゃんがいないんだけど、特に練習することはないかな。ここはじゃあデートをして、ちょっとでもねデートをしておかないと、スミカちゃんのデートが詰まるんで、このままだと。あれ、ここ評価上がらないけどさ、まだマックスじゃないよね。おい、失敗しやがった。ライチはね、もうちょっと俺の中で割と失敗する人なんで。ああ、もう評価マックスになってんのか。スミカちゃんがいないね。ここは普通にタッグを組んでおきましょう。お、いいねいいね。疲労回復3勝。どうなの、俺なんか全然3勝とか食ったことない気がするんだけど。白おにぎりとかね。あと、そうか、ホムラちゃん呼び戻さないといけないけど、コツが来てる。ライチのコツが来てる。ライチのコツが来てるから、ホムラちゃんがね、呼び戻すとムードくれるんだけど、まあ、ムードも、へったくれもないんで、ムード取ってあるし、そもそも。じゃあ、あと何？パワヒタ取っちゃおう。広角打法欲しいからな。初球も欲しいからね。コツ、広角打法、よし、オッケー。で、あ、そうか、これか。で、これは試験と違って別に40点がどうのこうのっていうのはないんで。また津田くんか、お前。何の恨みがあんだ俺に。いや、144キロもね、全力出されると結構早いからね。やっぱ強振でいこう。ちょ待てい。今のいいんだ。スライダーかー。
全力ストレートほんと速い。今のなんかホームいったかなと思ったんだけど、よーし、もうここら辺までのね能力があると点数は叩き出しやすいんで、ラスト2回だな。ラスト2回をちょっと満点でいきたいね。スミカちゃん、スミカちゃんいるか、ちょっと開けとこう、開けられるときに開けておこう。井戸端ってちなみにさ、どこから発生するの？3月とか発生するのかな。でいい練習がなければ、あ、これはワンピースか。俺のセンスに任せろ。いい服を選んであげましょう。いや、センス全然ないけどね。ブラウス、ワンピースじゃなくてブラウスだった特にいい練習はないんで、ここは呼び戻しておきますか、ホムホムを。いいね。危なかったなでバイトが終わったか。小村ちゃんはずっとバイトしてたのかな、あっちにいる間。コツ、これはねコツだね、やっぱり。チャンス、アベレージヒッターを取ろう。広角もいいや、取っちゃおう。で小村ちゃんいるからヘッスラも取っとくでしょ。忘れるからね、置いとくと。で次は新入生が入ってきたところで試験があるんで、これはまあやっておくか。体力には余裕があるから。っていうかスミカちゃんか、スミカちゃんの告白イベントが早めに起きてくれないとちょっと詰まり気味だからね。で騎馬妹は騎馬妹でどうしようかな、終わらせておくか。でも井戸端が来てないからね。ここで彼女になって評価が上がって本塁生還掴んで、マジでやることないな、マジでやることないから、ちょっとパワー上げとこう。 CC あればこれ B にしよう。よしよしよし、総力がちょっと余ってるね。 D くらいまで持ってって、あとはちょっと EE で合わせるか。守備17とか、よしこんなもんでいいか。お出かけ、騎馬妹でいこう。体力がマックスなんで、でここはもうお任せしよう。本当にお願いします。鉄拳制裁、ビフテキ、誰かビフテキ。バナナか、まあしょうがない、いいでしょう。野球の試合でビフテキなんて持ってこないよね普通。スミカちゃん評価上げとこう。これは、まあ、筋力も欲しいし。うん、4月の1周大丈夫か。5周必要だからね全部で。さあここは40点取りたいね。大貫くんがまた444とか。ピッチャー変わったら変わったり打ちづれえな。ちょ待てい、まあいいか。これはどう、よしよしよし、いったか。無理やり持ってったな。いやー無理か。うおー上がってしまう。これは39にしかなんないか。39点で何点くれんの、ちなみに。
60か、もう60か100なんだね。そうするとコツ、サイガのコツは欲しい。いやライチ結構すごいね、めっちゃくれるね。さすがにラブパワー発動してると。いやーでも固め打ちは固め打ちで欲しいんだよな。ここは練習しよう。いいよし、ありがたい。で取れるものを取っておきましょう。流し固め、初級が来てないのか、ライチか。ここはスミカちゃんとデートをしましょう。スミカちゃんを進めていかないといけないんで、一応デート最優先で、まあ、よっぽどの練習が来れば練習をするっていう感じでいいかな。いやこれ三股はねほんときついと思うんだけどね。で井戸端がまだ来てないでしょ。そもそも井戸端が来たらさ、3人評価戻すのは大変だよ。どうしようかな。サイガもうコツをもらってるからな。4月4週、まあ いや、やろう。コツはコツで美味しいからね。まあ一応トレーニングも受けて、バッティングのコツ、よく見てるだけでわかるよな。走塁だけだったらな、ちょっとデートを進めていきますか。でスミカちゃんは空デートがないんでね、一応予定は立てやすいんで。やる気を上げてくれれば嬉しいけど、スミカちゃんはわりかしやる気を上げてくれると思う。よし、おお、来た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 。でまずはもうマジで評価戻しだな。練習ができるんだったら練習で戻しちゃおう。一回練習しよう。爆弾抱えてしまった。よし、 OK、 妹 OK でしょ。コツ、ライチのコツ、また5月の3週だから大丈夫だよね。一番妹はもう一回やんないといけないからな。粘り打ちか、初級欲しい。クールダウンは体力回復系だからね。メンタルはちょっといいや。騎馬妹を終わらせるか。であとはスミカちゃんに集中しよう。こいつもさ、バッティングセンターに来るしさ、スミカちゃんもバッティングセンターに来るからね。まあ、ここの少しはしょうがないよね。で芸術的流し打ちも取っちゃいましょう。でスミカちゃん、これね騎馬妹が上にいるからね、間違えちゃうんだよね。で残り2回になればまあ練習を挟みつつやっていけばいいんで。あと評価がどうだ、乗るか。練習しないと多分乗らないよなこれ。監督か、どうしようかな。自己流でやろう。あ、これはこれで別にいいんだ。スミカちゃんやっぱ練習しておこう。でサイガと練習、6月の4週あたりにデートをしつつ、ホムホムはチャンスはやっぱり5で欲しいからね。粘り打ち、初級マジで欲しい。ヘッスラは取った。ここら辺のなんかよくわかんない月通崩しとか帳尻合わせとか取っておこう。本塁生還、なんで3になってるんだ。盗塁アシスト、窮地、よし、チャンスが欲しい。チャンスがいぶし銀とかね、ちょっといまいち効果が分かりづらいかな。あ、チャンス来た、よし、オッケー。さあここよ、ここ。
おわこいつもなすげえな。なんで444って多くないか。俊英の投手陣ってそんなに層厚い。あとで見てみよっか、みんなの投手能力。飛んでかなかった。これは入ってこないでしょう。もう嫌だカーブとかマジ嫌だ。うん、ちょっとおっついたけど、これは入ってくるか。よし、あと1本、あと1本 OK。 まああとはそれなりに打っていけばいいか。今のもパワーで持ってってる感じなんだな、きっと。まあ、40点以上はねもう一緒のはずなんで。いや最後2回だな、最後2回はやっぱり満点で通過したかったけど、まあ、しょうがないですね。スミカちゃん、あそうだ、投手見よう。投手カラスマより強いんじゃないか、もしかしたらうちの投手陣って。まあスタミナはねカラスマあるからね。さてちょっとデータ見ましょう、気になるカラスマ、あカラスマも結構変化球あるんだ、そんな印象なかったけどね。4、似たようなやつらばっかだな本当に。こいつは333か。いや変化球さみんな3種類持ってるよね何なのこいつらマジで、みんな3球種持ってるよ。絶対3球種のやつらが勝負してくるんだな、嫌がらせだな本当に。コツどうする。サイガ、いやこれはこっちだな。小平君あと何があったっけ、走塁か。精神が上がった、チャンスを取っていこう。そうか小平君とかが重なるとコーチじゃなくて小平君になったりするのか。ほら行くぜ。この前はなマジでここで代打だって言われた時すーげえビビったかんねマジかーみたいな、代打だってチャンスはもう掴んじゃおう。あと初球だね、初球がどうしても重いからな。初球骨がね安定はしないですよね。ライチはちょっと途中まで呼び戻さないんで、しかもまず満塁ホームラン。で今回ライチのフラグをお借りしてるんで試合経験点ボーナスがついてくれてるんで、編成的には本当何がいいんだろうね、全然まだいろいろ手探りしないと分かんないですね。三股は厳しいと思うんだよね本当に。評価戻しが本当にめんどくさい。49入るんだ。もう練習するしかないからな。スミカちゃんいるときにやっておこう。あもう大丈夫か。忘れそう骨最後4周とかマジ忘れそう。ラッチ対エースを直撮りするのはね無理だからな。そりゃ初級骨欲しいけど対エースもね無理だよ。これ直撮りきついけどどうする、取っちゃう、どっちもどっちって感じだよね。まあいいや、とりあえずライチと練習しよう。コーチもいるしなぜか。練習普通か。さてここも強いからね普通に。
肩を上げていきますか、守備も上げていきますか、で、あれ、呼吸も上げていきますかと。1球入魂はこれちょっと直撮りになるかな。共に春芸先制のチャンスです。ここら辺で2アウトランナー1塁3塁という場面で藤尾第2球投げました。これはファールだね。スタンドに入りました。ファール投げました。打ちました。これはいい当たり。よし、春芸リードで迎える3回です。先ほど3ランホームランを放っている藤尾打ちました。取ってこれで3アウト。チェン2点取られたか。リードあれ変わってる。6回です。曽根君に。なしという場面で藤尾第2球。あ、そうか、アーチスト失敗してんだっけ。外れた。ボールカウントは2ボールノーストライクです。投げました。これはいい当たりだ。いったー。春芸さて、ここ持っておこう。まだ曽根君投げてるね。今日2本のホームランを放っている。あっと、いったー。春芸、まあ、ただアーティストはねちょっと査定的にはそんなにいいわけではないんで、まあ、ただ欲しいは欲しいよな。で最後マジでデートを忘れないようにしないと、まあ、体力がそもそもないからね。お出かけデートで、あと間違えないようにスミカちゃん、あとはカッキンカッキンとやってくれればいいんで。ほら打て、いけ、おーいいね。いやスミカちゃんのねこの成功率の高さほんといいよ。でまあ忘れないうちに取っておきましょう。こういうのはめった打ち20安。切り込み会隊長とかはねまだ最後に取るんで、こんなもの、あ、接戦とかいうのがあるね。接戦時に能力アップする、取っとこう。で、肩 C にしておく。メンタルかどうしようかな。足りないのはねやっぱ技術とかが足りてないよね。普通に守備員やっとくか。痛い、足が痛い。どこだ、ドラか。まあどっちでもいいけど。それか精神をやっておいて残りの2回の練習にかけた方が良かったかな。まあまずはこいつを。この回のトップバッターは打つ。きたー、左中間大きいぞ。入った入った、ホームラン。うお、2点取られてる。春芸追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で藤尾第2球。待て、これは見逃そう。第3球を投げた、打った、これは強烈、入れば逆転だ。うちの野手陣は強いはずなんで点は取ってくれるはず。サイガがいてライチがいて俺がいるからね。今日3打点を挙げています。完璧の布陣じゃないか。誰が4番打つんだっていう。本当にライチが4番打ってるのか。一塁にさっきライチがいたからね。4番はやっぱりライチか。サイガも本当すげえからね能力的には。おー、いいね。コツ、ライチライチライチ、おー、ライチのコツ、まあ、コツが来るかって言われたらそれは分かんないけど。コツくれ、一球入魂のコツが欲しいけど、タイエースか。まあまだ最後に精神にコツが来る可能性があるからな。ちょっと練習はもうできないね。まあ対エースもね全然いいんで取っておきましょう。よし、若干精神が余って、1球入魂結構使うねこれは。切り込み隊長は最後まで取っておきましょう。まあ、エピローグポイントでねだいぶもらえると思うんで、まだもう一伸びしますね。お待たせ、ま
まあ、ただそれもこれで点を取っておかなければ話にならん。うわー普通のヒットか。ちょっと待って、2点取られてる。春芸攻撃に入ります。この回の先頭バッターはこれはいい。とりあえず1本取ってくれ、うちの打線よ。取らない。第一がただ出てくれてる。投球これから2球目。待って、このツーシームは見逃そう。投げた、打ちました、いい当たり。いやーこれ伸びないね、一伸びしないわ。おーい、やばいやばいやばい。しかも葵ちゃんか、やだ葵ちゃん出ないよ。第2球投げた、低めにカーブだ。第3球を投げた、これはどうでしょう。カウントは2ボール1ストライク。投げた、これもボールか。ちょっとまずいな、フォアボールになる可能性があるぞ。投げました、打ちました、スタンドに入りました。フルカウントから投げました、よし、とりあえず同点。ピッチャー頼むぞ。おお、っていうか普通に誰だ、さよならをしてくれたのは。危なかったね。ここでさ、辰巳コーチのさ評価が上がっていくけどさ、なんか意味あんのこれ。メンタルには来てない。いや27はちょっと無理だよ、死んでしまう本当に。守備を上げておいて、呼吸を上げておいて、あとどうしようかな。もうこれは一気にコントロールしかないからね。切り込み隊長はさすがに取れないでしょ。こんなもんか。じゃあ最後はメンタルやりますか。虹谷か、そういえば。天空中央がね出ればね、天空中央キャラクターはもうマジみんな優秀なんで、これはガン回ししてきますね本当に。全国の0対0で迎える2回です。バッター藤尾、初球をかす。これはショート正面。ダンジョンが先に来るか、天空中央が来るか。ツーアウトランナーなしという場面で藤尾打った。危ねえ、なんか最近ちょっと投げました。バッティングの調子、バッティングの調子がよろしくない。7回の裏1点を追いかけます。春芸攻撃に入ります。これはどう。うわー、ボール球だったか、やばい。球も打ててないんだけど。同点で迎える9回です。ツーアウトランナーなしという場面で藤尾、入れてくるか。投球これから2球目、2球目ストライク。藤谷も打てないよな。第3球を投げました、アウトコースの場面、スライダーは外れてボール。カウントは1ボール2ストライクです。低め外れてボール。せめてホームラン1本を打ちたい。カウントは2ボール2ストライク。よし、さよなら。あー、さよなら。ほんと最低限しかやってないな。試合経験点が無駄になってしまった。それでもなんとか60は入るか。でコーチってこんな簡単に辞めていいの、そもそも。職場放棄でしょ、だって雇われてるわけでしょこれ、多分春英に。それをさ勝手にいなくなるとかさ。ゲッ4位とかマジか。春英ここら辺厳しいよな本当に。試合がないっていうのが厳しいんだよね、どうしても。まあ、エピローグポイントはもらっておきましょう。いいね、チャンスメーカーで、スミカちゃんもエピローグをくれると。で、ホムホムもくれると。で、結局何ポイントだっていう。7200か。ちょっとここら辺はやっぱりもう少しあれだね、試験で点数を出さないと8000とかには乗らないね。何していく。まずこれを B にしていくか。で、取れるものを取ろう。
なんだ切り込み隊長企画ヘッド切り込み隊長でだいぶ技術を使ってしまったな。まずパワーを投げよう。なんか総力もいけそうだな。で守備を上げるか。うわーちょっとあれだな、なんか余ってんな。やけに精神が代打、一応代打つけるか。逆境はもらっとこう。まだ精神があるね。いぶし銀とか連打も結構重いのか。競争心、上り調子、打席を重ねるごとに能力が上がる、これ良さそうだね。競争心も掴んでおく。アウトコース系が取れなくなったか。インコースアウトコース系が。気分屋はマジでいらないから守備職人取っておこう。よし、これであとは悪気打ちね。悪気打ちどうなんだろうな、まあ、せっかくだから掴んどく。で、あとはちょいちょいちょいと終わり。というところで S5、 やっぱり S5 だね。普通に作ると普通にこう何欲しい能力と基礎値を上げていって S6 以上が作れるようになってくるとまただいぶ変わってくるとは思うんですけれども、まあやっぱり許可俊英、ただ点数は出せそうですね。まあ、当分は強化俊英でやっていこうと思いますので、またねいろいろ編成を変えてやっていきたいと思います。では今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。